石所の歌舞伎門様式の門神聖ローマ帝国がライン側の通行量を徴収するために建設したプファルツ城石所とは交通の要所に設置された省税や検問のための施設である。単に石とも。石所の機能には軍事的目的、警察的目的、経済的目的がある。陸路上に設置された石所は道路関、回路に設置された石所は 海路関とも呼ばれる。陸路では、峠や河子に設置されることが多い。沈南関県門関、観光関、落葉道館、古老関、岩門関、河国関、王館、山海関、巨洋関、玉門関歴史的な中国の関所、春秋戦国時代には、旗の高校により観光関が建設された。観光関は、天下第一関や、 旗た古んとも称される、中国で最も古い石書である。祖漢戦争において、皇右軍により破却された。新安県のか古こ艦台には武帝が、シルクロードの拠点に、玉門ぜや洋館を設置した。アスカ時代の646年、海神の御事のりに、関西を置くことが記されており、これが日本における、石書の始まりと考えられている。 最もっとも改心の御事乗りの内容には疑問も持たれており確実に存在したと言えるのは天智天皇の時代のこととされ人身の乱の時に鈴鹿関を守る関司が大天王子方についていたことが知られているこの戦いで勝利した天武天皇は乱後に山和国と河内国の国境にある竜田山と大阪山に席を設けた 東海道の鈴鹿関、東山道の不和関、北陸道の荒地関が機内を防御するために特に重視され、これを三関という。鈴鹿峠から東は東国、または関東と呼ばれた。平安時代中期以後は荒地関に代わり大阪関が三関になった。三関のほか、東海道の駿河、相模両国境には足柄関、同じく、 東海道の日立、道の区領国境には、ナコソ関、東山道の品ナ上野両国境には、臼井関、同じく、東山道のゲヤ、道の区領国境には、白川関、北陸道のエイチ出羽両国境には、年寿関がそれぞれ設置された。このうち、年寿関、白川関、ナコソ関を、大う三関という。さらに、永金律には、 摂津関と長戸関の規定があり、それぞれ、何はずと、関門海峡に設置されていたと考えられている。また、長戸関の対岸である、武前国にも文字が設置されていた。この他にも、中央政府もしくは国史によって交通上の要所に、小規模、または、臨時の関所が設けられる場合があり、これらは、とも呼ばれた。律令制における関は、 すべての公民を本願地の戸籍に登録して勝手な移動を規制する。本願地主義を維持するために必要な不老の阻止。中央で発生した無本の関係者の逃亡の阻止。政府に不都合な情報が、関所の外に漏れないように阻止する。情報統制の役割を果たしたと考えられている。官民が使用上の必要があって、関所を超える際には、所属する監視、国司 軍事に対して杉所の交付を受けて、席に提出する必要があった。中世には、朝廷や武家政権、昇園領主、有力寺社などの検問税屋が、おのおの独自に席所を設置し、席船を徴収した。室町時代には京都七口関が設置され、京都に入るにはいずれかの席所を通行せざるを得ない、状況が生まれた。席所は、 中世の交通における最大の障害であったが、同時に赤所を設置した勢力は赤線を収めた通行者に対して通行の安全を保障する義務を負った。赤線は設置した側にとっては金儲けの手段としての側面と通行の安全保障に対する冷戦としての側面の両面があった。これは水上における海賊州の警護量と同様の意味を有していた。 実際に支出する石船の総額については、石所の数や地理的状況により高はあった考えられるが、15世紀末の伊勢神宮の近辺の例では、松阪市から内空までの 50km に満たない距離の間に100分以上の支出を要したとする分析例がある。戦国時代には、各地の戦国大名が、両国の一円支配を強めた、結果、多様な主体が、 命名に設置する石書は否定され、次第に減少していった。天下統一事業を遂行した織田信長は、石書の廃止を徹底して実施した。近世の石書江戸時代には、江戸幕府や諸藩が、軍事、警察上の必要から、再び石書を設置した。このためこれらの石書では、中世の石書とは異なり、関税を徴収することはなかった。 主な関所には、東海道の箱根関所や新居関所、中仙道の薄井関所や、基礎福島関所、甲州街道の小仏関所、日光街道、欧州街道の某川旅中田関所などがある。法歴14年、留守居により、手形の発行される関所は、上州の信号、川又、五陵、木橋、薄井、横川、大戸、大笹、猿賀橋、 宗州の箱根、根府川宗州の小岩、市川、関宿、越後の関川、遠州の今切れ、荒井、新州の福島、武州の某川旅、小仏の十七箇所が指定された。近世の関所は、幕末には四十六あったという。江戸幕府の検問と根川、江戸川筋の関所配置は田辺一近世の関所は、入り別講と、 で女を検問するところとされ、32箇所あったと、されている。幕府防衛のための江戸に流入する武器の取り締まりと、大名の奥方が、人質の意味もあって、江戸に留め置かれたため江戸から出る方向の女性が厳しく、取り締まられた。また、人馬、物資も検査された。幕府により、元那2年に、石書に城目が発布され、官営2年に、 諸国の主要な石札が定められた。そして、官営8年に、石書破りの罰則と、石書破りを捉えた者への報奨規定が出された。道中武行支配下の街道に設置された、新居石書、木が薄い、基礎福島等の比較的往来の多い石書に、共通して、江戸から関西方面に向かう婦女市の通行には、留守居の消門、夜間通行には、 老中消門や宿場問屋の断書が必要だった。特に、東海道の箱根関所や新居関所など、場所によっては、江戸に向かう女性も厳しく取り締まられた。そのため、これら関所の戦技を避けるために、山道周りをして、旅をする女性たちもいた。現場2年、家康の死後に、関東河川の停戦場に定めをきて書きが出された。 江戸を出る女人と手追いの者は取り締まりを厳重にしていた。例えば、新号川又関所は、利根川の渡し場を拠点に築いたものであったが、下流にあった利根川の某川旅場に置かれた某、川旅中田関所、水戸街道の江戸川の渡し場に置かれた金町、松戸関所、その下流の小岩市川関所と同様にその通貨を取り締まった。 石書の廃止1869年に、明治政府によって廃止された。中世から近世にかけて、トールキャッスルと呼ばれる石書を、山道、国境、水路などの交通の要衝に置き、武装した兵士を配属して、通行税を徴収していた。神聖ローマ帝国でよく見られた。これらの城は、大抵国境警備などの役割も兼ねていた。ありがとうございます。